とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ハイラル王を使っていきます。どんな感じなのかを話しながら行くのでよろしくお願いします。では行ってみましょう。はい、それでは行きます。王様は ZR で、キコリと王様の姿に、交互に変身することができます。キコリがスピードタイプで、王様がパワータイプ、まあ、そういう認識で大丈夫でしょう。基本的にはね、キコリで最初のスタートを切った方がいいと思う。そっちの方がね、スピードもあって敵に潰されにくいのでおすすめだね。基本的にはキコリの姿で通常4からの強攻撃で、その後に王様に変わって攻撃、 ZR だね、押すっていうことが一番いいね。キコリの最後の攻撃で敵のゲージが露出して、変わった王様で全部削り切るっていう戦い方で、もしもこのゲージを削り切れなかった場合はビタロックをかけて攻撃してやると、もうほぼ確実に全部削り切ることができます。基本的にね、何でも強い、何でも強い。通常3からの強攻撃で、その後に王様に交代とか、通常5からの強攻撃で王様に交代、全てが強い、めちゃくちゃ強い。で、別にね、キコリスタートじゃなくても大丈夫、王様からでもいける。で、これが必殺のコンボね。一発でゲージを削ることができました。まあ敵がイージーだからこれぐらい削れるっていうのもあるけども、まあベリーハードでもこれプラスビタロックで確実に削れるのでおすすめです。はい、OK。で、王様でスタートでも全然いける。で、キコリでネームドが出たら必殺コンボで削り切るということだね。このね、王様ね、ここまで強いとはね、俺思わんかったけどね、かなりの強キャラ。まあ、俺のランキングで5位に入れてたんだけどね、かなり強いので、いいよ。いやー、もう本当に技が多彩すぎる。いろんな技があるからやってて面白い。で、広範囲の攻撃も得意なので必殺技もたまりやすいです。せーい、キコリになるとかね、なかなかユニークな戦い方だよね。よし、じゃあ、あと上から出てきます。はい。で、そのまま仕留めましょう。一撃でね、イージーだったらいけます。奥のやつ当たるか？あ、当たったね。よかった。奥当たらんかと思ったけども、意外と大丈夫でした。ノーマルぐらいだったらは一撃でいけるかな。ハード、ベリーハードになると、さすがに、それは無理。でもまあ必殺技打った後に、ゲージを削ってスマッシュ食らわせれば倒せると思います。はい、では城の中入っていきましょう。もうちょっとね、足がサカサカ走ってくれればいいけど、まあまあ全然早いよ、早い方なんだけども、まあこの足の長さだったら仕方ないところでしょう。はい、王様にチェンジ。で、今ね、赤いオーラが周りに出てると思うけど、体の周りにね、赤いオーラが出てるけども、このオーラが出てる間は、ステータスがアップします。攻撃力がアップします。で、このオーラの出し方が、通常攻撃から強攻撃。で、その後にチェンジ攻撃をした時に、このオーラが現れます。まあ、基本的に、ほぼほぼこのオーラがついた状態で戦えるんで、攻撃力は折り紙付きだね。はい、ビタロックを使わずに止めることができる。はい、
まあ雑魚戦でもね常にこのオーラはついてる状態だと思うので、まあ、できる限り維持していった方がいいね。確かね10秒ぐらいで切れるもんね、このオーラが。10秒か15秒、まあ、それぐらいで切れるので、まあ、その間にまたね攻撃をして上書きしてやればいいです。でよく見るとねこの斧がさもう ほぼほぼ刃こぼれしてんのよね。斧もボロボロなのよ。これでようあの攻撃力出せるね。まあ、とりあえず、最後のライネルまで行きます。それではボス行こうか。今ねこれ刻印が攻撃範囲を入れてるのよ、4つとも。じゃなしに攻撃スピードだったらねもっとすごいよ。攻撃スピードだったらばもう全然敵に攻撃させる隙もなくガシガシ攻めていけるんで、攻撃スピードの方を刻印で入れた方がいいと思います。まあほとんどのキャラそうなんだけどね。いけるかこれ。倒す、あ倒した、さすがやね。オーラが出てたか、あオーラ出てなくてもあれぐらい減らせました。うん、まあ刻印は王様は攻撃速度がおすすめかな。うん、間違いないと思います。これよりもね全然早く攻撃が 1.5 倍ぐらい速くなるかな。うん、もう全然速かったんだけども、さらにギアを上げることが可能です。お、食べた美味しかったかい。はい、ということで今日はハイラル王を使ってみました。ハイラル王は少しね癖があるっていうか特殊なキャラで、使うのにはねちょっと時間がかかるかもしんない。慣れるまでに何回かやらないと慣れないと思うんだけども、使えればすごく強い、めちゃくちゃ強キャラなのでおすすめです。基本的にはキコリスタイルスタートの方が俺はいいと思うけども、まあ王様のねもっさり感が好きっていう人はそっちスタートでもいいのではないでしょうか。はい、ではこんな感じですね。ではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画なども上げておりますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。